皆さんこんにちは、K です。今日はですね、この僕が愛用している最高のね、デイリーカメラバッグを紹介したいなと思います。はい、でね、デイリーカメラバッグって何なのかというと、僕の中ではこうがっつり仕事で撮影っていうタイミングに使うバッグではなくて、こう毎日気軽にカメラを持ち出せて、でカメラを持っていかない時も毎日使えるっていう、それが僕の中のデイリーカメラバッグです。だからカメラがあってもなくても毎日使えるっていうのが僕このカメラバッグ、デイリーカメラバッグだというふうに思っていて、でね、このバッグ、これがね、もうまさにその僕の思うデイリーカメラバッグを満たしてくれてるバッグになります。このバッグはですね、ワンダードっていうカリフォルニアかなんかのバッグメーカーが作っていて、ワンダードだとピボークっていうね、バッグが結構有名なんですよね。世界的にも、まあ、多分日本でも結構使ってる人多くて、でもね、それはね、もうがっつりカメラバッグっていう感じで、まあ、仕事用とかで使うにはいいんだけど、デイリーユースとしてはちょっと向かないのかなっていうところで、で僕はこれを買いました。でこれはですね、デュオデイパックっていう名前で、まあ、まさにこうデイパックって名前がついてるので、デイリーユース用のね、バッグなんですけど、でもしっかりカメラも入れることができて、日常使いもできるっていう、本当に最高のね、デイリーカメラバッグになっております。でね、デイリーカメラバッグっていうことにおいて大事なところとしてはですね、ポイントがね、3つあると僕は思うんですよ。個人的にはね。で、1つがね、デザイン。ダサいのは嫌じゃないですか。ダサいのは毎日持つからさ、テンションも下がるし嫌だから、まずデザインがいいってことと、で2個目が、日常使いをする上で使いやすい工夫がなされてるっていうことですよ。デイリーカメラバッグだから。で、3つ目がね、カメラとか機材をしっかりちゃんと保護してくれるっていうことです。まあ、これはね、もう最低限絶対大事なことです。カメラバッグだから。そう、だからこの3つ、デザインがいいこと、日常使いがしやすい工夫がされているっていうこと、で、3つ目がしっかりカメラや機材を保護してくれる。この3つがね、しっかり満たすっていうのが僕の中ではデイリーカメラバッグの中でとっても大事なことです。だと思っております。でね、この3つをね、基準にこのデュオデイパックを見ていきたいなと思います。はい、では1つ目、デザインですよね。まずやっぱパッと見でカメラバッグには見えないっていうのがね、やっぱいいですよね。全然カメラバッグって言われないと見えないじゃないですか。どこにカメラ入ってるんって感じだし。うん。で、まあデザイン、全体のデザインとしてもこう最近の流行りっぽくこうミニマルなデザインで、色もマットなブラックで全体的に統一されてます。で、あとやっぱね、これちょっと分かりづらいかもだけど、ここにね、真ん中、お腹ら辺でね、キュッと中に入るようにデザインされてるんですよ。これがすごく良くて、やっぱここに曲線ができるのでとても美しく見えるし、サイズ以上にコンパクトに見えるっていう効果があるかなっていうふうに思うので、このね、デザインが本当に秀逸だなっていうふうに思います。ここね、キュイッと入ってるのね。で、もう一個ね、ちょっと細かいんですけど、このね、横、ここがね、見た時にこう、ちょっと立ち上がってるじゃないですか、上に向けて。これがね、すごくスマートに見えるなと思って、このね、ちょっと立ち上がらせたデザインがね、本当にすごい好きですね。でね、内側も黒でしっかり統一をされておりますっていう感じですね。で、素材なんですけど、素材はね、マットな感じなんですけど、この撥水加工がされていますね。撥水加工されていて、ちょっと光沢感がない感じなのですごくいいですよね。だからちょっとした雨とかでも全然大丈夫だし、もちろんジップもね、全部止水加工されてますので、もうちょっと雨降っても全然大丈夫です。はい、この辺はね、まあ、カメラを入れるたり、最近だともうパソコンとかタブレットを入れるっていう上でも、止水ジップは必須かなというふうに思ってるので、この辺はやっぱ素晴らしいですね。はい。で、デザインに関してね、本当にもう文句なしって感じで、まあ、強いて言うならこのボトムのところがもうちょっと丸かったらなって思うけど、そうすると多分ね、自立しなくなるんですよ。うん。で、自立しなくなっちゃうので、それはちょっとカメラとか機材入れるときに怖いから、まあそこはね、トレードオフかなというふうに思ってます。はい。デザインはね、そんな感じ。もうデザインだけでも僕はね、好きです。大好き。はい。でね、2つ目、日常使いしやすい工夫っていうのはどういうものなのかっていうと、ここにね、ぐるーっとチップがあるじゃないですか。ここぐるーっと。これ全部開けるとどういう風になるかというと、いきますよ。全部開けると、こうやってね、ガバって。じゃん。すごくないですか、これ。この機構。完全にね、オープンなんですよ。全部もう平らになっちゃうっていう。そうで、ここがねカメラを入れる部分になってます。でこのカメラを入れる部分なんですけど、中にこういう仕切りが入っててね、こういう仕切り、これで仕切れるようになってるんですよ、真ん中から、ね、こうやって。でこの仕切りをね取ってあげると、なんとですね、ポンってやって、はい、見て、これすごくない？こうあったやつがポンってなるんですよ。だからカメラ入れてる時はここが収納スペースなんだけど、そうカメラ使わない時にはポンってやってあげると、ガボってここまで収納スペースになっちゃうんですよ。これすごないですか？変形するの、カメラのところが。カメラない時もカメラがある時もしっかり使いますよってことなんですよね。でも僕自身はですね、実はカメラを入れてない時もこうやって使ってます。なんでかっていうと、ここをこの四角いこの箱ができることによって底が上がるんですよ。このリュックね、リュックの欠点として上からね物を取るんですけど、基本的に底のものが取りづらいっていうのがあるんですよ。そこに対してこうやって底上げをしてることによって、取りやすいの、上からピッて。フィッと取りやすいので、僕自身そんな荷物多くないので、ここでね全部入ってしまうんですよ。だから上から取る時にめちゃくちゃ取りやすいっていうのがあって、僕はカメラを入れてない時もこの状態で常に使ってます、これがねめちゃくちゃねこのリュックの使いやすいポイントの一つなんですよ、でカメラもしっかり入るし、上からのアクセスがほんましやすくなるっていうので、これがねマジよく考えられてるなっていうふうに思います。でですよ、でまあここはね底上げされるから上から取りやすいのは分かったと。でもここにカメラ入れるのに、どうやってここカメラ撮るの、いちいちこれ全部こうやってオープンにしないといけないのって思うかもしれないですけど、それは違うんですよ。ちゃんと考えられておりまして、ここの上のね2つのジップ以外にも、実はよいしょ、逆側ここにもジップが2つついてるので、このジップがついてることによって、下からこのジップをウィーンって上げてあげることによってサイドアクセスできるようになっております。こういう風になっているので、ここに入れてるものをスッと横から取り出せるってことになります。なのでこっち側と、それから逆サイドもしっかりサイドアクセスできるようになっているので、バッグをですね背負ったまんま前に持ってきて、ここからカメラを出すっていうことができるってことなんですよ、これがねめちゃくちゃいいんですよね。上からも撮りやすいし、横からもしっかり撮りやすくなってるので、日常使いにはねこれが本当にねぴったり合うんですよ。でね、とにかくねこの辺が本当に最高なポイントなんですけど、他にも細々したいいポイントがたくさんあるので、パパッとちょっと紹介しますね。例えば最近タブレットとか PC とかね持ち歩く人たくさんいると思うんですけど、そういう人に向けにもちゃんと配慮がされていて、ここのねトップのここの部分にPC とタブレットを入れるとこがあるんですけど、 PC 奥が PC 手前がタブレットみたいな感じでね分かれてない、 PC とタブレットが。だからどっちも持てるようになってて、でしかもねもっと言うと、このタブレットのところだけ底が浅くなってるんですよ。なので基本 PC よりタブレットの方がちっちゃいので、浅くしてあることによってこう取り出しやすいみたいなところまでねめちゃくちゃ考えてあるんですよ。でしっかりこの辺もクッションが全部入っているので、安心してねこのまま何も入れずにシュッてパソコン入れることができます。この辺もねもう必須のね機能かなっていうふうに思いますし、さっきねデザインのとこでも言いましたけど、ちゃんと止水ジップにこの辺もなっているので、多少水が入っても電子機器に水ねこう侵入することがないっていうのも、これもすごい大事なポイントですね。で他にもとにかくポケットが多いんですよ。もうここもうここビッと開けたこの辺にもちゃんとポケットがあって、で、ここもポケットついてるし、一番多分使うであろうポケットはここっすよね、ここ。このトップのポケットが多分一番使うと思います。ここもしっかりね、止水ジップがこういう風にされてて、ここビーって開けると、よいしょ。ここにもいろいろ細々したものを入れれるようになってます。僕はここに鍵とか、イヤホンとかね、こういうのを入れてます。パッと使わなきゃいけないものをここに入れておくっていう感じですね。で、ここのね、中もしっかりね、なんていうの、起毛素材になっているので、傷がついたりとかね、しないようにしてます。だからそういうね、ちょっとした心遣いがね、素晴らしいですよね。で、あとはですね、このジップの部分もこうやって見ていただくと分かると思うんですが、こういうジップの部分もこういう風に持ちやすいようにね、なってます。これ素晴らしいですよね。さっと開けれるので大事なポイントです。で、あと結構大事なところとしてですね、よいしょ、ここにね、サイドのね、ここ、持ち手がついてるんですよ。だからここを持ってね、持つことができるっていうことなんですね。こう重い機材とか入れてるとね、縦持ちをすると結構軸がぶれてね、持ちづらいんですよ、とにかく。そう。だけど、ここにサイドの持ち手があることによって、こう、持てるので、非常に軽く持てるっていう。これ結構大事なポイントだし、ここもしっかりね柔らかい素材で作られてるので、まあ、よく考えられてるなという感じですよね。でこのサイドで持った状態でこうひっくり返すと分かるんですけど、ここにですね、だって開いてるんですよ。このすごくないですか、貫通してて。これ何かっていうと、ここをですねキャリに刺すことができます。スパッてキャリーと一緒に運ぶことができるっていうのもね、素晴らしいですね。よく考えられてるなというふうに思います。まあ、他にも細かいところで言うと、ここにね、ゴムみたいになってて、よいしょ、こうやってビヨンビヨンって飛びようになってるんですけど、ここにね水筒とかを入れることができますので、濡れたものをね中に入れたくないという時には、ここに水筒を入れたりペットボトルを入れたりとかできるようになってます。であと重い荷物をね持つ時に一番大事なこの胸のね、ここのこれがちゃんとついてます。ここをねこうやってこっちにカチャってつけて、よいしょ、こうすることによって重い荷物を持つ時も楽に持てます。でこの胸のやつはね、本当に重い荷物入れる時には、ね、この必須なんですよ、この胸のやつ。だからね、これはね大事です。でこれはちょっと付け外しもできるので、あんまり重い荷物を入れない人はこれ取っちゃえばいいのでね、これもよく考えられてるなって思います。次3つ目、最後なんですけど、とっても大事なところですよね。しっかりカメラや機材を保護してくれるかどうか。でそこに関してはもうね、さっきお見せした通りね、ここのね分厚いクッションがついているので、しっかりね、保護をしてくれますし、こういう形でですね、蓋もねついてるよね、蓋もついてて、この蓋もしっかりクッション性高いので、カメラを入れて蓋をしてあげればですね、サイドアクセスをした時にポロッと落ちちゃったりすることもないし、横からのね衝撃にも強いので、しっかりカメラをガードしてくれるっていうのがあります。ここがね一番大事ですからね、カメラを持つ上では何十万もする機材とかを入れるわけだから、ここがねとっても大事なポイントになります。でですね、もう一個あって、ここがねゴムみたいにビョンビョン伸びるようになってるんですね。何のためかってね、ここにねレンズを入れれるんですよ。これ僕の持ってる中で一番大きいレンズなんですけど、シグマの 18-35mm っていうレンズなんですね。これを例えばこうやって入れれるんですよ。見て、こんなでかいレンズもしっかり入るのね、すごくないこれ。こんな大きいレンズもしっかり入っちゃう、すっぽり入っちゃって、もう頭から出てくる。でももっと大きいレンズも多分入ると思います。でここもね、しっかりスクッションで保護されてるので大丈夫、頑丈に保護してくれますと。でもう1個こっちについてるので、もう1個ここに入れられるから、もう2本持っていけるって感じですね。こことここが基本的なカメラの収納になりますと。でさらに言ったら、さっき言ったようにポケットがいっぱいついてて、例えばですね、僕だとここにこうやってフィルターが入ってますよと、ね、でここにフィルターが入れてあって、でここにはこういうレンズの蓋とかステップアップリングとかが入ってます。でちゃんとねカメラ側のサイドアクセス側にちゃんとこうやって入れとけば、ここからサイドアクセスでバッてカメラ取って、でここからフィルター出してみたいなことができるっていうことですね。マジでその辺もよく考えられてるなというふうに思います。この辺のねカメラバッグとしての機能に関しても全く妥協されてないので、すごく信頼性がね高いなというふうに思います。でね、ここにね水筒が入りますよね。さっき日常使いのところで話したんですけど、別にここ水筒じゃなくてよくて、例えば三脚とかジンバルとかもここに入れることができます。でここにねこういう輪っかがついてるので、ここになんか紐通して、紐っていうかこうビリビリみたいなのを通してあげて、三脚ここに入れて、そのビリビリでこうぐるっと、巻いてあげたらしっかり固定ができるので、ここに三脚とかジンバルを入れることもできますし、でこの紐底とかにもついてるんですよ。こことかここもついてますよ。この辺とかも全部ついてて、だからここに三脚をつけることもできるってことなんですよ。素晴らしいですね。この拡張性がマジで素晴らしいと思います。そうね、正直こんだけカメラがしっかり入って三脚とかも入れられるので、普通に仕事で撮影に行きますみたいな時も全然使えちゃうバッグかなっていうふうに思います。だから本当に毎日の日常にも使えるし、休日も使えるし、頑張れば仕事に使う時も全然規模感によってはいけるっていうバッグになってて、これでねもう大抵のことはねもう済んでしまうかなって思うんですよ。カメラバッグって普通の人はあんま使わないですからね。ガチガチのカメラバッグ、大抵の人はカメラ趣味でやってますみたいな人が大半なわけですから、そういう人はね正直これで十分十二分かなっていうふうに思います。はい、ということですね、今回このデュオデイパック、ワンダーとのデュオデイパックをねご紹介させていただきました。魅力がね伝わってるといいなと思うんですが、本当にねいいの、本当にすごくいい。で、まあそうね、いまいちなポイントっていうのを挙げるとしたら、まあ、例えば、こういうところがさ、やっぱりこう、直線になってるのね。ここを、よいしょ、開けるときに、ちょっとこう、ぐっと、硬いかなっていう、開け閉めしづらいかなっていう時はあるんですけど、もうそれはそんなもんかなって思います。こんな丸くなっとるから。それは開きづらいやろ。止水ジップだしね。うん。だけど、まあ、許容範囲かなって思うんだけど、まあ、強いて言うならその辺かな。あと、まあ、お値段かな。まあ、ちょっと、ここ下にお値段出しておきますけど、日本の。まあ、これぐらいのお値段なので、まあ、ちょっと高いけどな、バッグにしては。だけど、通常のバッグとしても使えて、カメラバッグとしても使えるので、2個買うと思ったらさ、毎日使えるからね。そう考えたら全然安いんじゃないかと思いますので、まああれですけど、まあちょっとまあ、バッグにしては、リュックにしては、ちょっとお高いかなって気はしますけどね。うん。なんか、その辺かな。そんぐらい。あとは何の不満もない。マジで、本当に僕の今の中では本当にパーフェクトなバッグだなというふうに思っております。はい。ということでね、まあ、ご紹介をさせていただいたんですが、気になる方はね、ぜひ使ってください。それ何のバッグって結構言われることも多いんですよ。まあ、カメラバッグなんで、実はって言われるとね、すごいびっくりされるので、まあ、趣味でね、カメラをやってる方とかにはね、本当にお勧めしたいバッグになりますので、よかったら下にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひ購入をしてみてください。はい。ということで、今回はね、カメラバッグをご紹介をさせていただきました。デイリーカメラバッグですね。デイリーカメラバッグをご紹介させていただきました。がっつりカメラバッグは結構だいぶ前に説明したんですけど、でもほとんど僕はこれを使っているので、まあ、当分はね、これを大事にして使っていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、まあ今後もね、こういうカメラ機材、ガジェット、映像制作とかいう話も含めて、まあ、あと僕の趣味の話とか、まあ、もろもろね、そういう話もいろいろしていきたいと思ってますので、もし今回の動画ためになると思った方、ぜひいいねボタン、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。でね、インスタグラム、ツイッターもね、やってますので、よろしければそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。K でした。